営では全校朝礼を始めます。まずは校長先生からのお話です。ではお願いします。なんだろう、やっぱり最近の事件のことかな。世間も騒がしいしね。さあな。でもシャドウのこととか校長が知ってるわけないしな。何にしてもあんま長くならなきゃいいけどな。うちの校長話好きで有名だもんね。へえ、諸君らに今日は特別に大切な話をしようと思います。が、世間では不可解な事件や理不尽な事件が多いようですが、この学園の生徒である諸君らには関係ないことだろうと思います。しかし高校生という若い時期にはさまざまな悩みもあるでしょう。まあだからといってあまり思い悩むことはないのです。過ぎたるは及ばざるがごとしという言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、これってもしかして前の桐城先輩のスピーチ意識してる？多分そんなとこだな。若いもんには負けてられんってか。気持ちはわかるけどさ。ちょっといいか。悪いが今日の放課後開けておいてくれ。仕事を頼まれてほしい。急な話で申し訳ないのだが、君しか適任を思いつかない。詳しいことは放課後に話す。また後でね。では。ってわけで。ちょっ、まあ、実に美しい。サンキューな。待たせてしまってすまない。単刀直入に言う。生徒会に入ってもらいたい。生徒会の活動は定例だが、君を常時拘束するつもりはない。時間があるときに生徒会室に来るよう心がけてもらえるだけでいい。ああ、それだけだ。生徒会に所属してくれるだけで構わない。生徒会長というのもなかなか多忙でね。緊急時に口裏を合わせられる人間が欲しい。私の事情に通じた人間、君をリーダーと見込んで頼みたい。君ならそう言ってくれると思っていたよ。事後報告になるのだが、君の生徒会所属の件はすでに承認済みだ。ただ登録の手続きだけは君が直接やらなくてはならない。相談もなしに段取りをつけたことは詫びるな。君を必要とする私の境遇を理解してほしい。手続きを終えたら生徒会室に来てくれ。どうする？今日はいつもより安くしてある。好きなものを選べ。どれだ？
いい、わかった。行く。そ、ああ、引き受けた。用は済んだ。じゃあな。いくつ、それ、わかった。引き取ろう。いく、いいんだな。やめるんだな。いく、そ、ああ、いく、そ、わかった。引き取ろう。用は済んだのか。また来い。霧城さんから聞いてるわ。じゃあこれに目を通したら名前書いて。直筆のサインがないとダメなの。よし、大丈夫ね。じゃあ、あとは任せて。頑張ってね、生徒会。先日も話したが、彼だ。今日から生徒会の一員として働いてもらう。なるほど。僕は小田切秀俊、風紀委員を仕切らせてもらってる。会計の伏見千尋です。一年生でわからないことの方が多いので、そのお手柔らかに。失礼。会長が人を推薦するなんて、君よっぽど有能なんだろうね。これからよろしく。そろそろ下校の時間だな。今日は顔見せ程度でいいだろう。君には我々の手伝いをやってもらう。したがって生徒会室への立ち入りを特別処遇として公認する。放課後の君の行動は任意だが、生徒会室という選択肢を忘れないでくれ。生徒会の活動日は月水金だ。試験前数日は活動停止になる。今日はありがとう。
リおはよう。それは？ちょっとマジになりすぎたか。じゃねえかよ。お前はさ、イケゲーも。涼しい顔して。お前悔しいけどよ、港区はれ。よっしゃ、やってやるぜ。いいか。まずはお前を乗り越えてやる。帰ろ。
いや、膝がひねったか。ああ、悪い。帰ろうぜ。どうした？そうだね、いいよ、せっかくだしどっか寄ってこっか。今日もしんどかった。みんなさ、マネージャーをコピ使いすぎ。うちの部の男どもって子供だし、図体はでかいけど。やれ、俺のタオルどこったのさ。私は保育士さんじゃないっての。走り回って汗かけるからダイエットにはなるけどね。どう？陸上部は楽しい？そうか、よかった。私さ、あなたには退屈かなってさ。他の子とレベル違いすぎっていうか、動きが違うのよね。なんかこなれた感じ。無駄な筋肉を使ってない。なんか部のことで困ったことがあったら、宮本ね、同じクラスなんだし遠慮しないで宮に相談しなね。私に言ってくれてもいいけど、マネージャーなんだし。我は何時。そろそろ私帰るから、見たいテレビがあるんだよね。それじゃあまた学校で。おかえり。いや、あ、そうです。あのな、
しい。はいはい。さてさて。